カーブ監督の宇野勝さん、そしてもう一方素晴らしいゲストとして、世界日本の生んだ世界のストライカーガマこと川本邦彦さんをお迎えしてますが、まあ、川本さんには今まで、スタンドで実況でこのプレーをご覧いただいて、今シュート入った、やりました、パレッカのシュート、さすがに素晴らしい FSC ナポリ。いやー、川本さん、カモさんをご紹介した途端にナポリが1点取りましたよ。ですね、これからの風格を使って出てきたところなんかね、はい、マラドーナ風刺と渡って最後はカレッカ、いや素晴らしいシュート。まあ、カモさん、このカレッカという選手はブラジル代表のキャプテンですが、はい、いわゆるあのエースストライカー的な形ですね。そうですね、 100%カルチョという答えが返ってくるそうです。このイタリア人ライフルカルチョ、さあカレッカ、これは入るだろう、ゴール、入った、左サイドから今日2点目、バックスタンドのファンにお辞儀をいたしました。日本のファンにもおなじみブラジル代表チームキャプテンのカレッカ、今日2点目のゴール。先ほどもありましたけどね、ここからですよね、このトラップですよね、はい、本当にこのトラップにですね、もう次のシュートがですね、はい、はっきり打ち込まれてますよね、もう出ますからね、さすがに鴨本さん、はい、アレモン・カレッカというブラジルコンビ、そうですよね、まあ、夜空にもすっきりとゴールというこの文字、2対0になりました。今日日本代表は追い